システム情報系の五十嵐が津波予測を題材にしたデータサイエンスの導入の講義をしたいと思います。こちらが本日のの講義の流れになっています皆さんも津波といえば記憶に残っていると思いますけれども2011年3月11日の東日本大震災では犠牲者の約90%が津波による被害でした。この左図は東北の地図です。 震源の黄色い星の印から近い位置の赤点で示した宮城県石巻市に五十嵐も実は住んでいましたですのでこの、えー、津波による被害はかなり衝撃的でした実際この写真の右端にあるように五十嵐の通っていた保育園も津波の、えー、被害を受けたそうですこの研究は五十嵐がこれまで脳科、まあ、学を対象に行っていたデータサイエンスによる研究の知識を 津波被害の減災にも役立ってないかというふうに思って取り掛かる機会をいただいたものですでは具体的にどんな課題に取り組んだのかと言いますと津波の高さを予測する問題です実際先ほど、えー、津波被害のあった保育所は標高11メートルで、実は井原市が昔住んでいた自宅っていうのは標高16メートルで無事でしたどこまで津波が到達するのか をデータサイエンスによって即時予測するということはこの例からもとても重要だということが分かると思います気象庁でも津波高の予測というのは行われてるんですけども2011年の津波高予測では第一報では津波の高の予測というのは 6m と過小評価されていましたですので改善できる部分があるんじゃないかというふうに思った点です また今後東日本大震災以上にダメージを与えると言われている地震も、えー、考えられていますこの、えーね、動画で示しているように実は紀伊半島沖の南海トラフを起点とした東南海地震というのが予測されていますその発生確率は約70%と言われていますこの赤い赤の部分というのが津波高がすごい非常に高いということを示しているんですけどもこの津波というのは、えー 瀬戸内海や大阪、えー、九州いろんな地,地域にかなりの影響を与えるとし考えられています。ですので東日本大震災のような津波被害を繰り返さないためにも迅速で正確な津波高予測システムの構築が非常に重要になってきます。ではその津波高予測システムをどういうふうに構築すればいいんでしょうか、まあ、ここから少し、えー 計測網やそのためにはシミュレーションが重要だということをお話ししようと思いますまずいち早く津波を観測するというのが非常に重要です日本においても津波計測網の構築は積極的に行われてきましたここで示す二つの図というのは海底に設置されたセンサー網の位置を示しています左側というのが紀伊半島沖のド u n e t と呼ばれている 計測網です右側は2011年の東日本大震災以降に積極的に識別されたネットと呼ばれているものです沖が1 0 0キロ以上の場所にしかも海底1 5 0 0ルや1 0 0 0ルといった深海に地震計や水圧計が識別されていますそしてこの水圧計というのが津波を早期に検出するのに非常に重要なセンサーです 原理はこうですまずこの図にあるように海底に設置された水圧計というのは直上の水の量すなわち水深に比例した圧力が記録されます。ででは水深10メートルで約1気圧の圧力がかかりますしたがって津波が伝播して海底水圧計の上の海面を通過すると、えー、津波の高さの変化にが圧力の変化として記録されるということが分かると思います。 実際に海底水圧計で。早期の津波が検知できた例というのは、この東日本大震災の時のデータで表れています。この右図というのは、東北地方の太平洋沖の沖合での津波の高さを示しているものです。一番下の緑色の線というのが、陸上の津波高を実際の津波高を表しています。で、このブルーの三本のラインというのが。 異なる沖合の地点での計測地点を表します。第1回警報では、宮城県の津波の高さっていうのは 6m だという風に予測されていました。しかし、下から2番目で表されている沖合の gpsv で大きな津波高を計測しました。そこで、25分後の第2回警報では津波高の高さっていうのは10メートル以上に修正されました。ですので。 実際に計測点を使うことによって津波高っていうのは正確に予測することが可能になってきていると思うんですけどもこの時間をもう少し第2報が出てきた25分とかよりも早くお知らせしたい。というふうになってくるとこの一番上の2本の線っていうのが重要になってくることが分かると思います。これというのはさらに沖合のところに設置された海底水圧計の値です。 この時点ではまだ運用前だったのでリアルタイムに情報が取れてはいなかったんですけどもこの2つの水圧計っていうのは、えー、地震発生後123分やまあ18分ほどで、うん、このピークが出てますのでこの,この値っていうのは大きくなってますので、えー、津波を察知すること、うん、早期に察知していることが分かると思います。でですのでこのこ情報を使えば 今までよりも早く第2法を出せたんじゃないかっていうのが、えっと、え分かると思います現在海底ケーブルを通して情報を伝達できて実際にリアルタイムに沖合の情報を把握することができますので実際にこの津波データ計測データを使うことによって津波の高さの早期予測に役立つことができるということが分かると思います。 では、じゃあ実際にこのデータを使って計測データを使って津波予測でできるでしょうか。実は正確に予測すす。ることとは難しいと考えられてますなぜならこの水圧計の津波の値というのは陸から離れた沿岸の水圧の値ですので実際津波が、えー、陸に近づいてきた時どのぐらいの津波の高さになるかっていうのは数値的にはよくわからないのはいうのが、えー、知られてるからです。 そこで、えー、陸から離れた津波を察知したときに沿岸の津波がどの程度になるのかを把握する重要な技術としてシミュレーションが重要になってきますこの動画は先ほどから見せている東南海の地震のシミュレーションです時間を多いに従って津波がどう沿岸に到達するのか大規模シミュレーションを使うことで正確にシミュレーションできますこれはえっ、ー、とこのシミュレーションを行うためには 地震の震源や先ほどのセンサーの情報などを入力することによって、えー、と行うことができますので、えー、と実際にこのシミュレーションと計測技術を、えーまあ、どちらも使うというのは非常に重要になってくるというわけです。まとめますと,、えー、と計測センサーと大規模シミュレーションを,をこう組み合わせます、まあ。センサーとか地震 で、まあ、GPS センサーなどを使って、情報を、得たら、その情報を用いて、合成と積み並みシミュレーションを行います。それによって、まあ、予測、ここの、あ、ピンクで示しているような、予測表示システムというのを、動かして、まあ、スマートフォン等で、まあ、伝達するというのが最終的なゴール。として、考えられています。メリットとしては、まあ、非常に正確に予測することができる、ってことが、言われているんですけれども。膨大な計算コストや、まあ、計測に。 ある程度の時間がが必要だとということがデメリットになってます。実際この津波が到達するまでの時間っていうのは5分10分といったような刻一刻を争うような状況になってますのでこの計算コストや、まあ、計算時間っていうのは非常にデメリットになるということに、えー、が分かると思います。ですので我々はどういうふうな手法を取ったかというかどういうふうな戦略を取ったかといいますとセンサーとか水圧センサーの値を使ってデータサイエンスを用いて直接津波高を予測できないか。 ということを考えました。そのためには、えっ、ー、とデータサイエンスを行うためには、まあその前に、えっ、ー、とその予測するためのえっ、ー、とモデルというのが必要になってきますので、沖合の水圧系の値と沿岸の津波高の関係をしっかりと学習させることが必要になってきます。そこであらかじめ先ほどの高精度能多数のシミュレーションを行うということをえっ、ー、と行っています。 左のののの動画というのはそシシミュレーーョンの1ケースです、えー、右図の赤枠で示すように実は、えー、と地震がどこで発生するかというのはさまざまなケースが考えられますので、えー、地震の生じる、えー、と断,層の断層の位置というのをいろんなケースに関してこう,こういうふうに関東沖であったりとか、えー、とは愛知県とか紀伊半島沖であったりとか高知県沖だったりとか九州沖だったりとかっていうふうにいろいろ変えることによって えとまざまままな地震のシシシナリオをシミュレーションします、ま、たここで、えー、地震の強さというのも変えることによって強弱、えー、を変えることによって全体としては1,500ースほどのシミュレーションを行って、えー、沖合の水圧計の値と沿岸の津波高の関係というのを学習しました。の学習によってまあ予測を行うというのが、えー、我々が行ったデータサイエンスとしてのアプローチです。 では具体的にどういうふうに行ってくるのか、えー、と図を用いながら説明していきたいと思いますまずシミュレーションで得られる計測点と沿岸の時系列データを見ていきましょうシミュレーションを1回行うことによって、えー、左右端にあるようなデータが得られますこれを説明します真ん中の図というのは、えー、と計測点、えー、水圧計の、えー、計測点の計測点 でここの、えー、とここに表している青の部分が三重県の尾鷲市の位置を表しますでここの部分が紀伊半島ですね。ですので紀伊、まあ、半島にある尾鷲市の津波高を予測する,予測するために、まあ、この沿岸にあるルネットの計測を使うって問題をまあ考えましょう。そうすると、まあ、各地点の,この この黄色い点一点一点で得られるその水圧の、えっと、センサーの値っていうのがこちらの黒の線で表されていますでこの尾鷲市の、えっと、津波高沿岸津波高の水位っていうのをこの赤線で表すことができますそうすると、えっと、この関係を見ていただくとこの水圧系の値が大きくなったところっていうのがえっと こちら沿岸の津波高が、うん、と一番大きくなる値よりも前に来ていることが分かると思います。これは沿岸の方が、まあ、はまず初め津波,津波が来てですね、えっと、水圧が高くなってその後、まあそれが沿岸に到達するっていうことがまあで表されていると思います。じゃあ実際計測データからどのように沿岸の津波高と値を関係づけるのかっていうのが具体的な課題として上がってきます。 それを明確化するっていうのは非常に重要ですので、ここから少し詳しく説明したいと思います。では、えっとここからうんともう少しここも先ほどの時系列だけを用いて説明したいと思います。まず、えっと、ここではえっと最大津波高を予測することにします。 今まではこう時系列データを予測しようというふうな感じだったと思うんですけど、まあ、この実際にや,やりたいことっていうのはこの最短スナビがどこまで到達するかってことが目標ですのでこの赤点の値と関係するセンサーの量は何ですかっていうのが今の問題です。でセンサーの時系列のデータをそのまま持ってきてもどういうふうに関係するか分かりませんので例えばこういうことを考えるわけです。センサーのののの山山の値、値トップの値と この最大津波高の値っていうのが関係しているんじゃないかというふうにも考えられるわけですけども津波の専門家は少し違った考え方をしました。それは波というのは上下に触れますのでですので波の変化量変化量っていうかまあ絶対値の値,をの値の最大値っていうのが重要な値だと思ってこれを特徴量だと思ったわけですで。実際この えとトップの青点の値を平均化,平均化したものをこう横軸に持ってきて縦軸に津波高の最大津波高を持ってきたのはこの図です。でこの黒点1点1点っていうのがそうするとこの1点っていうのはある水圧計の絶対値の平均あ最大 最大して平均値だたと思ったときにその値が来たときに津波高がこうなったっていうのを1点1点点プロットしたのこのこ図ですそうするとですねこう水圧の関係と最大津波高の関係っていうのは特に言うときれいな生、まあ、で相関しているような状態になってくることが分かると思います。なので問題としてはこの横軸の値から津波高を予測するっていう問題に徐々に問題が明確化できてきてるいうことは分かると思います。 実際私がやったことっていうのはこの右側の図を見ながらさらに高精度にこの関係をうまく使うために機械学習を使って付加価値を創出したまあ正確な津波高を予測したっていうのがデータサイエンスを用いたモチベーションになってます。では実際にどういうことをやったのかということをまあ今までやられてきたものとの比較という形で説明したいと思います。 えっと、まず機械学習についいて説明したいと思います機械学習とは与えられた問題、まあ、ここでは津波高の予測を数理的に予測し、まあ、実際にコンピューターを用いて問題を実際に解かせるということがまあ機械学習と言われてますけど、まあ、それを機械学習と言います具体的には問題を解決する汎用的なアルゴリズムを最初はデータの生成に合わせて学習します。そして新たなデータ これをテストデータと呼びますけどテストデータに対して予測するというのが全体の流れになっています。例えばこの下の図を見てください。横軸に計測点縦軸に津波高というふうにしたときに学習データとしてこの黒い点が与えられているとしましょう。次に、えー、とこの学習データが与えられたときにこの学習データをなるべく近く通るように直線を引きます。 これをまあ学習と言いますでこの学習されたこの予測直線というのをえと津波高の予測に使うわけですね。具体的にはある計測点がこういうふうに与えられたときにその計測点に対してえとこの直線と交差するところをまあ津波高の予測値だと思ってそれを回答するわけです。それによってえと計測点から津波高を予測するというような一連のスキルができます。 また、データサイエンスではここで説明した機械学習問題解決を重視したようなアプローチだけじゃなくてデータの性質がどういうふうになっているのかの相関とか分散とかいろいろな性質を見る統計学によってデータの性質をしっかりと数値化して検証するということも行ったりします。 では機械学習の結果というか先ほどの直線を引くというのをやりましたというのが従来の津波高予測の結果です。これ2014年にやられていた話なんですけれども、学習データこういうふうに点いろんな点の1050ケースの点を与えたときにそれに対してなるべくそれに通るような直線をこのふうに青線のように引きます。でそれによってここの点ある計測点が与えられたときには。 ここが推定値だと思うわけですで実際には真の値っていうのはここの点で表されてるのでこのぐらいの誤差は出ますよというふうな形になります。まあ、もちろん皆さんこれを見ながら思うのは、まあ、これでもまあできるかもしれないけどもう少しうまい方法がないかなというふうにも思うわけですね。つまり、えっと えー、データ点とこの青線とのズレがあるので結構ありますので例えばこの緑枠の部分に着目してみますと推定値である青線の部分よりも上の部分に黒い点がたくさんあると思います。まあ、この部分のズレというのは実際に誤差、うん、と予測値の誤差になるわけですのでそれはなるべく少なくしたいっていうのがまあ、えっと、考えるわけです。そこで例えばですねこの継続点がたくさんあるんだったらその継続点の真ん中の点を えっと推定値としてしてみてはというふうに思うわけです。まあこれを内装というふうによく言われたりとします。実際この標準これに対して標準的な機械学習による内装手法を用いると、青線に対してこの赤線のようなもので得られます。そうすると先ほどの青線に比べてればえっと綺麗にえっとこのデータを引くような形の曲線が得られることがわかると思います。 最後にこの曲線を用いて提案手法とまあ予測精度の比較を行うと実際にえこの程度ですねえと従来法に比べて平均30%程度えー予測精度は向上するのでその分だけ津波高っていうのはうまく正確に予測できるっていうことが分かってきました。 この成果というのは2016年のスプリンガー・ネイチャーによる視覚分野におけるチェイン・ザ・ワールド論文として選出されましてその論文をいろいろな形で引用する形で先ほどと最近はまた違った手法でこの予測精度の向上にアプローチしているということになっています。このようにケア学習で予測を行う場合も考え方によっていろいろな手法を取りえます。 ですのでデータをしっかり見ることによって適切にその手法を選択したりとか、えっと、適切に切り出したりとかするというのは非常に重要になってきます。最後に今後の展開についてお話したいと思います。先ほどの予測システムを実際に、えっと、自治体などに今計測システムとして構築しようとしていただいたりとかします。 これっていうのは、まあ、先ほど説明しましたけど津波シミュレーションをたくさん行って今ここでは4000ケースほど行ってるんですけどデータベースを使って学習をしてで、えっと、実際に来たセンサー値の値を持ってきて学習データ予測機にかけることによって予測精度の結果っていうのを、まあ、自実際に配布するっていうのをのシステムを構築したりとかすることによって各自治体が、えー 津波予測をまあ迅速にえっとあの情報として得られるようなえっとシステム作りてのを公式したいとします。またですね、実際防災減災において重要になってくるっていうのは、えっ、ー、と津波予測だけで終わりではありません。災害が発生してから、例えば地震の揺れや津波で命を落とすケースもあると思うんですけど、避難をしている途中で渋滞が起きてしまって。 それによってえっと被害が拡大するとかいった意味でいろいろなステージでえー、被害というのが生じてしまっています。ですのでその防災減災を行うためには津波高予測だけじゃなくてそれによってどういう風な建物被害が生じるかとか火災が生じるかとかあとはえっと避難交通にどういう風に影響するか例えばこれ橋が壊れてしまうとかっていうのも一つのあの避難交通とかをうんと、うん 難しくする一つの要因になるわけですけどそういった意味で一つの災害によってどういうふうな,な、えー、福祉的な効果が出てくるかどうかっていうのを考えるっていうのは非常に重要な、えー、ことになってきます。で防災・減災するためにはそういうふうなか異なる階層というふうに我々まあ言いますけども階層の情報を統合しながら、まあ取捨選択肢とか統合しながらデータ解析をするってことが非常に重要になってきますのでそれぞれの分野だけで閉じた仕事じゃなくて。 やはりその情報を最終的にデータ解析データサイエンスを使うことによって統合しながら総合的なな減災防災防ににに取り組むというのは非常に重要になってきますその一つの例として私も最近行っているのは例えば先ほどの津波高予測っていうのを高精度の津波予測っていうのを実際にそれを用いてどのぐらいの建物が倒壊するか橋が倒壊するかっていうのを確率を求めるというものに展開しようとしていたりとか。 あとはもともとの津波だけ予測に関しても実はかなり大規模なシミュレーションを行うためにいいいろろな過程を置いてます実際では置けえないような過程を置いてたりとかするのでそういうものを実際にリアルタイムなリアルな状態に合わせるとどういうふうになるかっていうのを研究したりとかっていう形で一つの解析を行うだけじゃなくてそれをどういうふうに影響するかとかどういうふうにまあと。 前提知識を変えるかとかいろんな形でまあ見方を変えながら展開をしていきたいとかしています最後にまとめさせていただきます海底水圧計による津波の早期警戒網のまあ紹介をしましたまた、えー、と津波予測には計測網だけじゃなくて大規模シミュレーションやデータサイエンスの融合が非常に重要だということもお話し,しましたデータサイエンスによってまあ実際の役立つ情報を抽出するためには 予測したい値を明確にすることが重要だということをお話し,しました。機械学習では実際にそういうふうな予測を行ったりとかするためにさまざまな前提知識を仮定して推理的な課題を行っているという話をしました。最後に機械学習やデータサイエンスというのは防災減災を行う上でまあ重要になってくると思われている情報の統合にとって必要な不可欠な技術で今後皆さんのいろいろなえっと活躍活躍が重要になってくるということをお話し,しました。 以上で講義を終わらせていただきたいと思います